はい、こんばんは。はい、元気ですね。はい、今日はまずね、先ほどやっていただいた入試問題っていうのを今日からやっていきます。入試問題を通じて自分の苦手分野を探しながらこれからずっと潰していきます。そうした受験には必ず、万全の状態で、いきます。例年よりかなり早いペースでやってきてるんで、ちょっと息切れするかがちょっと心配なんですけども、まあ、しないようにうまいことやっていきたいと思います。で、さっき書いたように、まあ、段階で言ったら A、B、C、D、E、F ぐらいのランクに分かれて F ぐらいのレベルの問題からやっていきます。で、まあ、AAA がまあ長って言いましたけれども、まあ、AAA は場合によってはしないかも分かりません。 AA ぐらいでやめるかも分かりません。志望校に応じて、もし灘受けるやつがいたらそれはもう考えますけれども、ただ学校によって合格最低点が何点ぐらい取らないといけないのかね。まあ、この今日やったのは、まあ、ちなみに去年の二川学院の問題で、これ合格最低点が147点なんですよ。だから決して甘くない。147点ということは、70% ですね。ファイナルってことやから4回目のテストですから、まあ合格率じゃない、合格最低点っていうことを考えたらまだまだです、さっきで言って。っていうのが、取れる問題をもっと取ってほしいです、ね。で、今からやるんですけれども、答案をつけましたが、最高点だけで言うと、ね、まあ、そんな似たような点ばっかりして、60点から合格最低点、じゃなくて、今日やったら10点のもんまでいます。で、間違えているところが1問でも1人でもおったら解説していきたいと思います。わかりました。はい、1番の問題は合ってる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 、ああ間違えてる合ってる合ってると、間違えてる約1名いました。はい、1番の答えを言うと、これ547が正解なんですけれどもね、まあ、どんな問題かというと、325-337+259 です。259やな。引いたり足したりしたら絶対間違う可能性高いから、まあ、間違えないようにするためには625+259-337と工夫したりとかしてください。そしたら、まあ、あのミスは防げる可能性が高いと思います。これは547が正解、はいね。まあ、これに関してはこうやってとかやりません。まあ、まさかいないと思いますけど、いちいち筆算書いてるやつはいないですよね。気をつけてくださいね。はい、わかりました。はい、はい、1番の2ですが、これ答えが21になってますが、21が正解なんですけども、1番の学校に547って言いました。だいぶ間違ってますね。1番の2の答え、これは正答率は、約1名間違えていた、2人間違えていた。どんな問題か言ってください。すいません、はい、12×4÷21÷18÷4+4÷5はい、こういうことですね。まずこの中先せなあかんってことやろ、はい、これ分かりますよね。ここ3やな、当然計算すると3、はい、で順番からやったら48÷3やから、ここの計算が 16ですね。16+4 でこのここが20やな、ね、だから84÷20×5 やろ、ね、84÷20×5 じゃないですか、ね、4分の84やから21やなっていう問題です。はい、これはもう間違えないでください。はい、3番、合ってる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 、間違えたやつ約1名います。ね、こういうのをずっと繰り返していくうちに、もう間違えてるやつが罪の意識を感じてくださいね。一問解説する時間が無駄になるでしょ。ね、3番ちょっと問題を入れていいですか。3.4÷2.2÷0.8+6.9 こうやってる。やってる。はい、1.2÷0.8、まあ 1.5 って暗算にしてもいいし、0.8 だから5分の4やから、かける4分の5しても 1.5 って出ますよね。はい、1.5×6.98.4、何も間違いないですね。間違い方がとりあえず言うと、間違えたやつの答えが 9.1 やから、どこで 9.1 になったんやろうな。ですね、0.8+6.9 先にやったんでしょうかね。だから都合のいい計算をしないでくださいね。3.4÷2.2、1.2 で 1.2
ここやろ。1.0.8 が、うん、2? もうあなたが間違えたら丸出しや。いいよ、1.5やろ。だから正直文書でした方が、まあ、わかりやすい。ミスらん可能性は高いわな。少数やったらどうしても、少数やり慣れてなかったらどうしても位取り間違えたりとか、とんでもないことやっちゃう可能性が出てきます。だからもっと真剣にやってください。真剣にとか神経使ってやってください。ここ5点問題ですからね、はい、この学校に関して言うと 5×20 ですから、力の差はそんな出ようテストじゃないです。4番これ結構引っ掛け問題というか難しい。合ってる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 。約1名間違えてます。はい、言って6 6割る10括弧、3引く括弧、3引く括弧、3分の1、3が3分の1、これが3分の1、そう、イエス、イエスとか言わんでいいから3分の1、はい、ほんでじゃあ僕4分の1、括弧閉じる、10括弧閉じてで、かける36分の7足す5分の3あれ、中括弧じゃないの、もういい、大括弧、名称はどこ、大括弧なん、違う、これ言ったことないです、まあまあいいよ、6割る3、3分の1、4分の1、3分の1、4分の1、括弧で閉じ、3分の1、4分の1、括弧で閉じ、意味的には一緒やろ、うん、これだよ、うん、はい、まずこれが12分の1やな、サクッとやると、はい、12分の35、だから12分の35やな。ミスがあんようです。こうしたらいいね、ここまで計算しましたよって自分で、はい、そうするとまず間違いが減るやろ、うん、そしたら割り算掛け算だけが次このここまでができるやんか、わかる、あ、そう、そしたら 6×35 分の 12×36 分の7やな、まあ、この時点でほんまこうした方がいいんだろうけど、わかる、分子は上にして、あ、わかるわかるわかる、そうすると36、12、やけど6と2、あ、じゃあ31か、こうなるよな、35と14、35と7で5分の3と6で、もうやってるやんか、何言ってるやんか、いいですか、うん、いいよ、大丈夫、はい、残ってるのは5分の2やな、5分の2足す5分の3、5分の2やけど5分の1足す5分の3やな、だから1やな、答え、ここは5分の2で5分の2と5分の3があるから1ですね。うわ、でもだからここで20点をまず取ってないのはちょっと痛い、正直、ちなみに言うと、20、20、20、15、15、15、5ね、ちょっと10でしょ、ん、じゃあ、あ、これ読みたらあれやわ、採点ミスしてるわ、15やわ、はい、まあそんな感じ、いや1番だけな、はい、そんな感じです。はい、じゃあ2番いきます。消耗やな、ここから確か消耗とは、これわからん、ああ、だからやり方がさ、逆算する、はい、2番、1人間違えてます、問題読んでくれへん、はい、96ある大括弧で、また計算問題な、4+1つのやつ、96ある、ちょっと待って待って待って、俺のあのな、俺が書いてるペースに合わせて、合わせてるから言わなくていいわ、はい、4+4、あそこ中括弧、4左と、もういい、分かった分かった、まずここが違うんだよな、いやいや、中括弧出てくるのがいいよ、はい、中括弧、まあ、分かったら、4+4+4+7、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 4+7
これだから一つ足すのは24。じゃいいからまずこの括弧が16になることがわかるやろ。大括弧の意味が。岡田監督やって言うやろ。怒るやろ。怒るやろ。入れながら。怒るやろ。いきます。はい、16の次。これ4が最後やな。わかる、うん、ここさっき計算しなあかんわけやろ。うん、じゃあここが12やな。12と2で24やな。うん、だここが24になるわけやから24-7で17と。これもね、確かめやった方がいいんですか。当然や。あ、確かめっていうのはここに実際数字入れて。やった。
やったの。確かめやった方がいいんですか。時間があったらしてください絶対。時間あったかな。オッケー。はい、何？二番配点。全部五点やるけに。全部で。そうやって。すべてが五点。そうやって。はい。同じこと二度と言わすな。はい、次2番。もうこれはもう間違えるやつはほんま情けない。うわ、合ってるやつ、合ってる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 。なんや 1% って 20% じゃない。×××3人やってます。はい、問題読んで。はい、150g で750円だった。おひげやりました。品物が四角パーセント値上がりして、今では 120g 買うのに720円かかります。ちょっと難しいな。え、そう、なんでかって言ったら重さがちゃうわけやからちょっと分かりにくいわけやな。まず問題の意味が分からん人が多分これな、この問題間違えたやつって。お肉は何グラム買うか。ちょっと待ってな、俺より早く飛びないから喋って。はい、ごめんな、ムカつくやろこういう方。いいですか。問題意味分からん人が結構多いね。なんでそういうこと言ったかって、この間某誰々さんは自由自在には後悔できたでしょうって言った人いたと思うんですけども、まあ名前は言いませんけども、聞いてることちゃうのに一生懸命当てはめちゃうとかな。だからそうなったらまず人の話聞いてな。まず問題意味わかる。 150g750円、 あなたたちお伝えとかしたことありますか。ありますよ。ない人いません。あ、今はまあ市場とかないと思うねんけど、何グラムの肉ちょうだいって言うと、こうやってはかりがあってこう肉を置いていったら値段と同時にピピって出るわけよ。 150g750円やったら300やったら自動的に1500円とか出るわけなんですよ。セリはそんな感じ。セリは違うんじゃない。セリはだって、はい、なんぼ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 やんか。セリはちょっと違うと思うんだけど、まあそういうやつなんですよ。で、意味的に言うと値段が上がったって言われても120と150だから重さが違うわけやんか。じゃあとりあえずやで、一番まあ言ったら150と750、120、720って言ったら一番パッと分かるやつっていうのは割り算したら 1g あたり何もか出るやん。うん、で、あ、割り算するんや。そうやろ。1g で、ほんまはほんまはやで。僕はやりませんでした。普通やったらどうすべきかというと、 1g あたりで言ったらこれ5円やん。うん、まあ 1g なんて買えないけどね、これ 1g あたり6円やな。 1g あたり言ったら5円から6円やから当然 1.2 倍になってるから、 1.2 倍ってことは 0.2 あったってことやから2割やし 20% で出したらいいし、それが分かんない人はどうするかって言ったら、ね、25は出たちゃうやん。5が6にかける1.2倍やから 1.2 倍っていうのは割合で言う 0.2 だから 20% アップな。なんで25になる必要がある。4が5なら 25% やな。分かった、はい、じゃあこんなん間違えると高槻どころじゃないからな、うん、ね、もう高槻行く前に淀川でドボンやでさよならや。電車脱線しちゃう。電車脱線どころかもう帰れね、いやいや、まあやし、この問題がどうしても分からんかったらな、それこそあの4年生とか俺あなたたちが車に教えてますけど、この問題意味分からんかったら150と120、600にしとられたらええやん、うん、あんまりやり方じゃないで。あ、もう6年生やったらそんなやり方やるのははっきり言ってアーマルですけども、アーマルかね、ブーから始まって素で終わるやつですけどもね、ブドウジュースな。あ、でもそれこそ東大に行けですか。やばいやん。600で3000円が600で3600円になったらまあ 1.2 倍、結果一緒でしょ。分かった。こんなん間違えたらあかんね。こんなんはっきり言って解き方がうんどんの問題じゃない。解かれへんかったら恥ずかしいと思ってください。はい、はい、次3番の問題。あ、間違ってんねこれ。書いてなくて×、合ってる合ってる、間違えてる合ってる。 61.5 ってすごい数字やな。当てに行ったんでしょうね、感激と。違う違う違う、ちょっと誰もあなたって言ってないのになんでそんなん言うね。え、だってここに書いてあるもん。だから黙っとけや、そんなバレへんねんから、アホって。はい、うん、アホですよ、はっきり言って。はい、いきます。10% の食塩水なんて 300g? 10% の食塩水 300g に水を四角 g 加えると 7.5% の食塩水になります。あ、オッケー。いきます。もうこれ1回しか教えんか見とってや。乗ってないから自由自在には悪いけど乗っとるよ。絶対乗ってない。頑張れば乗っとる自由自在。頑張んの。今日から体鍛えてペロンペロンペロンってやんの。乗らすなよ今からやるやり方は乗ってない言うてんね。見といてな。あ、天秤か。天秤じゃないし。あ、あの分数の。ビーカー。ビーカーとかもう鼻くそやし、もう。分数の逆比の字。教えたやん。そうや。今よ。あのやり方多分どこ探しても乗ってないわ。あった。行くね。これ4から3って分かりますか？はい、分かります。1回しかやらんから覚えといてや。もう1回しかって言いながらでも6、7回やってるけど、もうお前らになってからな。
4から3なの分かるやろ、うん、食塩の量変わらんやろ、うん、っていうことは3から4にしなあかんわけやん。これは食塩水の量かな。天秤と意味同じやん。意味は同じやけど、これは結構な分かるやつって相当自信持っていいわ。これをやりだしたのは正確に言うと2年前ぐらいから結構これは一生懸命これでやれっていうようにはしててんけど、その前の年とかはふあそうやなと思う、あそういうのがいいなってスーッと入っていって、あんまり抵抗なかったんけど、2年前もう分かれへんとかやつ結構多かったから冷静に考えて、食塩の量変わらんかったら水を加えると薄まるわけやんか、うん、な。そしたら濃度が4から3になるってことは食塩水全体が3から4になる、ね、しかも3が300やったら4が400やん。おお、いいことですね。だからも100こうやって決まってやるやん。じゃあ答えよ、300、うん、誰だい 61.5 なんて書いたのはどうやって計算したらなるんだい。ですね、7.5 割る10ですね。何言ってる、それ 0.5 ちょっと待って、ちゃ、7.5 なんて10で割るね、おかしいやろ。はい、計算間違ってる。いやいや、そこまで言わんでいいから一つ言えるのは、適当に割っても適当に買っても答えは出ないです。なうん、頼みますね。はい、ここで終わり。はい、4番も、これ正答率低いですね。え、これ合ってると思う。なんと一人しか合ってない。よし、多分。よっしゃ、合ってる。よっしゃ、合ってると思って、二人とも外れてます。82でしょ。恥ずかしい。82でしょ。86でしょ。82ですよ。これね、82でしょって言ったやつが、今残念ながら一人しか合ってないのと、82でしょって言った人がなんと答案最下位のやつです。86でしょ。じゃあ説明するね。はい。ちょっと、はい、もう朗読はもうちょっと瀬戸さんオンリーいくわ。Okay. 一番聞き取りやすいから、はい、お願いします。 A さんは、うん、国語、算数、英語のテストを受けました。国数 A な。そう、はい、どうぞ。算数は国語より点数が4点高く、英語は算数より点数が10点高く、3教科の平均点は84点でした。算数の点数を求めよ、はい、こういうことやな、問題で言ったら求めよ。わかります。先生、あの、うん、AV って何ですか。アベレージ答え。アベレージ平均で、これ80って書きました、僕。アベレージっていう人一緒に言ってた、あれですけど、レバレージな。いくね、なんてビバレッジ。レバレッジ、レバレッジ、レバレッジっていうやつ。なんてレバレッジっていうやつがなんか、なるほど。そうそう、これね、企業系、落としちゃいけない問題。はい、で一応とりあえずどんなことしてもええっていうやり方からやるわ。あんまりやり方じゃないけど、平均が84点やねんやろ。かけ算、だからかけ算したら252点やん、はい、なんで、あ、なんでって合計点やな。すいませんやで、ほんま252点やろ。252点がこの3つの合計やから、3かける四角足す14が、252ですよね。ということは 3×四角が 2,3 パーやな。なんで14引いたらいいから。それやった、分かるもんね。四角は76やから算数80点が正解ちゃうんか。なんで86点でしょ。82点だ。72点じゃない俺、あんまり、86だよ。まあ、間違えてるわ。72、78です。78です。ちゃう、14が18、86ですよ。待って、この辺間違えてない。算数なんて国語より、だから算数は国語より点数が4点高く、うん、英語は算数より点数が10点高く、うん、18じゃない、まあ、どう間違えてか分かった。先生、英語が18になる、英語が18になる、こうやな。あ、そうやな、だから18にならんとあかんよ。野村天才。はい、はい、そんな一時間でいいです、こっちだから、はい、3かける四角足す18が252ですね。あー、どこで、四角が、234円が78なんで82点でやるのが一つ。え、ほんまに1ストールしか合ってない。うん、これちなみに言うと、邪魔です。あ、2人や。早かった。邪魔とか言うな。で、じゃあ何と言えばよろしいでしょうか。ちょっと待って、先生、ハゲてくださいとか言う。ハゲてください。薄いてっぺんです。2つ、いくね。これね、まあ、こうやってやればできるんだけど、もっとスマートにやるやつはどうするかって言ったら、84÷4 かける。違うわ、余計なこと言うな。平均84点でしょ、うん、な、ここから、これもうちょっとこうか、ここは。10でしょ。うん。平均は、四角を使って表せって言われたら四角足す8なの。分かる分かるよ。分かれへんの、分かるって言うなしな。説明させて。
夏季講習中にはなんかわざと一人一回ずつぐらいなんか俺授業の俺の代わりに解説させたから。ええ十じゃないの？四角足す八。うん。なんで八な？え十。わかった。十四。四角足す六やな。はい。あ十足す四やから。はいちょっとまだいいのまだ。わかった。わかった。先生が数字二を足したから。なんで？先生が。もう喋んな全然あかん。愚問を言うなはい。真面目な時は真面目な答えで。はい。はい、英語が、あ、お前分かってればいいわ。もう一人ぐらい。ここ見た瞬間にこういうふうに平均っていうのはまさにこうやって解けっていうのが詰まってます。あ、はい、何？英語が 10+4 やから、うん、10-4 だ。当てに行ったな。違う。でも考えようとしただけまして。はい、いいです。はい、いや7になっちゃうな。ヒント言うで。俺も7になる。うん、あ、揃えたってことか。え、にしてもえ難しく出てますか、僕は。待って待って待って。え、10いく4やって。ああ、え、わからない。あれ、わかった。え、これ、え、先生、合ってるかわかんないっす。じゃあ言うな、じゃあ言うな。あの適当で当てるとかな、もうお前らそこばっかりとのほんま直した方がいい。誰々先生はまだまだいいけど、受験の時に土壇場で勘で書いて当たった、そればっかりだとおんねん。これもう歴代続いてんねん。そんなん一生懸命頑張ったやつにしか訪れへんし、そこを優先でいくな。はい、英語84÷14。分かった分かったかも。ちゃう84÷4、21やん。はい、俺今この絵描いて意味わかんない。わかんない。平均やろ、飛び出してる部分を凹んでる部分に。もうそれを言ってなきゃ。だから英語を平均を出すわけやろ。平均全員とりあえず資格持ってるわけやんか。お前ら学校の給食でさ、牛乳とかあんの？あるよ。あります。でも牛乳瓶じゃないねんな。瓶あ、瓶な。瓶はある場所もある。瓶ではある。わかった。ちょっと待ってな。え、瓶なパックじゃないんだ。パックパックやったかんや。お前瓶って言ってんけ。あ、でもあの瓶ある風呂上がりとか。じゃあ一応期待せえへんけど、どうぞ。はい、4+14をして、18でしょ、うん、でこれが飛び出してる部分だから割り算して6、うんうん、素晴らしい。その通りだ。イエーイ。分かった。分かった。あ、そういう意味か。平均っていうことやから、俺が今なんで牛乳瓶って言ったかって言ったら、例えばやで、まあ、先生は小学校の時のこと今思い出したんですよ。小学校の時にあの牛乳をおかわりとかする時に、例えばさ、牛乳が3本余っててさ、3人やったら1本ずつ分けたらいいわけやんか。4人に分けてくれてどういうことするかって言ったら、じゃんけんぽんじゃなくて同じ量に分けようと思ったら、その牛乳を瓶出したやつにこうやって同じ量に分けるわけや。あ、こうやって分けるわけやん。そしたら当然全部四角は持っているから、四角は割り切るわけやんか。全員四角渡るやんか。そしたら14と4の増えた18を3人に分けたらいいわけやろ。そしたら四角足す6になるやん。分かった。あなた正解やねん。そこな、今こんなんしなくていいって。時間かかっとんねんから。そんなんしませんよ。したっけん今。じゃあこうか。一緒に行けばもしれない。だから4と14が飛び出してる。平均やろ、はい、いやいや平均やろな。ゆっくり教えだけなかな、ちゃんとな。一生懸命教授してるから。ここは四角点やねんやろ、こいつ。四角点やろ。四角足す4やろ。四角足す10やろ。これほんまに役に立つと思ってるからゆっくり説明するな。平均3人の平均出すのに、全員とりあえずこの四角はみんな持ってるから計算せんでいいやろ。そしたら残りのこの14と18っていうのを3人に、14と4の合計18を3人に6ずつ分けた。この4と14を666でしたら3つ同じようになるじゃないですか。あ、OK。 そしたら四角足す、素晴らしい、分かってきて、四角足す6が何もなん84なんですよって言ってるわけでしょ。あ、そしたら四角は当然78やから、78足す4で84。84÷6 で7。なんで84は6が続いていって、あ、四角足す6が84やから。また OK です。な、頼むな、頑張ってくれ。これ分かれず、あの本当に自信持っていいから。分かった、自信持つ。ただ家が練習するな。あ、それはするよ。いや、したらもっと結果が出るぜ。もっともっと、先生ちょっと待ってよ。もうこれでもかいぐらいやってください。
待って、待ちますよ。84は06？ 違うって。84は低6やった。84低6な、近く78で。気をつけなあかんのはな、算数が何点ですかってこと聞いてるから、ここを出さなあかんってことな。だからこんなとこ出しまうやつおんねん、絶対。分かったと思った時に早合点しちゃうねん。ね、俺昔そうやった。今もだよ、今もだよ。はい、次の何時間の問題なん、これなんか分からないけど、これってさ、答えさ、84?9時50、82だよね。84っていうのは平均で、ね、じゃなくて平均は84やけれども、四角がとりあえず78だ。仮の平均が78だから、ここは78ってことが分かったから、78足すことで84。84、あ、82、ごめん、ほらほらほら、揚げ足となってですね、せっかく直しや。 OK、はい。これあなたのお父さんお母さん見てるんやろ。え、誰の？お家の人見てないの？見てない。え、誰のお家の人？あなたね。見てる？見てない。え、俺の？あーっとね、なんかね、緊急でしか見てない。わかんない、見てないと思う。え、でも私がその野村先生のやつ見るときは、横で見てるの？俺はもう時々見る、うん。で、私が喋ってるところは全て、はい。次の問題が正答率、これまた合ってるやつが3人ぐらいしかいませんでしたが、あ、私そもそも書いてない。あ、これは、何、最初5月ちらっとしか見てないけど、はい、問題ちょっと読んで、はい、お願いします。はい、ある駅では電車は16分おきに、バスは28分おきに発車しています。午前8時に電車とバスが同時に発車しました。はい、次に電車とバスが同時に発車するのは午前四角時、オッケー、ありがとう、四角分、うん、8時同時スタートやんやろ。で、16分やから次8時32分や、8時48分や、うん、ね、28分や、56分や、84分や、突っ込みよ、ね、64分や、つまり04分やな、9時84分っていうのは、24分や、9時24分や、答え24、意味的に言ったらな、違うやん。で、同じやねんから、16と28の何探すの？最初5倍数。LCM やから、60引いて52やから、112分なんやろ？9時52分。ほんまかどうかやると、28ですから、まあ4で割っちゃって、447やな。447ということですから、16×7 で112合ってます。112というのは、1時間52分やな。待って、1時間42分になる。な、もうそういうミス結構多いで。はい。4×15 が70なの、どっちやった？はい。あ、俺逆に 4×15 62にした。決して頭が悪いわけじゃない。めっちゃ合ってた。あ、96にしちゃった。はい。で、次の問題は多分知らんかった人が多かったんかな。はい、あ、知らなかったけどできた。まあ、昔やってるからな。昔やった。言ったら次の問題はやってなかったけど。じゃあ参りますよ。だんだん解説の量を減らすようにしていってな。今はまだ言うてもお子ちゃまやから、お子ちゃままだまだそれは当たり前と思うねん。ベイビーですか。今の勉強より点数取ってたらはっきり言ってもっと難しい問題しなあかんわ。あれだよ、図数かける回転数や、まあいわばな、この問題これで全てや。え、そうなの？そうやね。だから図うん、なんかやだな、図の比と回転数の比っていうのが逆比になるんですよっていう話なだけよ。ああ、うん、あ、そうですね。で、ABC やったっけ？どういうことですか？え、わかる？ AB、3つの比と ABC があり、うん、A と B、B と C がそれぞれ噛み合っています。うん、A と B の波数の比は4対7、うん、B と C の波数の比は3対1です。C が3対1やろ、うん、そしたら21対7対21か、こうやろ、うん、C が36回転したとき、うん、A は回転します。ここの回転数求めるやろ、yes。 うん、出たじゃないですか。ん、これかけるこれかけるこれしちゃいいや。それかける図かける回転数が同じ2つにカチャ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 と行くわけやんか。まだ20回転。7×36 が12×0になったわけじゃないですか。21回やん。で、36×7÷12ってことこうしたいだけやん。もっと言ったら。じゃあ3で。12と36が3やから終わり。21か。うん、10.8 回転か。多分合ってると思う。10.8 じゃないの？ってなりません。で、答えは？途中まで回転した系でありそうやん。だから 252÷12
確かに。20回転。なんか指数の日に思考。思考。ビビビじゃ合ってたか合ってないか忘れて。確か。思考っていうハーカス。いいかな。12対7だけ見た。一回止めて。バイバイ。